皆北線は、朝鮮民主主義人民共和国環境北道、清津市浦港区域にある半畜駅から北上して、海寧市より、中華人民共和国の国境線と並行する形で、都満高添いに南下して、羅村特別白津区域にある螺津駅までを結ぶ鉄道路線である。前述した通り、北朝鮮と中国の国境線に並行する形で、同国の北東部を三 4周する路線となっている。清津青年と夏の間は平ら線が海岸沿いに 81.2km で結んでいるが、その3.8倍もの迂回ルートである。現在み北線と呼ばれる路線は、日本統治時代に建設された環境線、南満州鉄道北線西部線、北線東部線、有楽線を原型としている。すなわち、現在のみ北線のうちにあたる。 その路線形成の経緯は複雑で、まず、日本統治時代に、朝鮮総督府鉄道局環境線の延伸として1916年に、清津、青い図房館を開業させ、南満州大港都門鉄道という、京弁鉄道会社が海寧から上見部、道館までを建設、1927年に上見部から、満州側の天津鉄道とを直接結ぶ、都満公橋梁が完成し、 満州連絡鉄道の一つとなった。しかし機関が異なっていたことから、他の朝鮮鉄道とは直通運転ができなかった。1929年には、都門鉄道を朝鮮総督府鉄道局が買収し、海抜道館館を都門西部線とする。そしてほぼ同時に、都門東部線として、日本海に面した港の有機を起点とし、道館に至る。 日本と満州東部を結ぶ短絡ルートの一つとなる路線の整備も進められ、1929年に有機から新藪山間が開業したのを皮切りに、1932年に南洋まで、1933年までに同間までが開業し、全通、都門線となった。同時に上見武道館間も改めきされた。同年には満州国の首都新京から都門までを結ぶ満州。 国有鉄道系都線が開業し、同年10月には、都満港に2本目の鉄道橋が架けられ、有機新橋を結ぶ鉄道線が完成した。1934年10月には、清津有機間の鉄道は、満州との結びつきが強いという事情もあり、南満州鉄道北線鉄道管理局に運営が移管された。1935年には、満鉄の手で、 有機に代わる日本との接続港となるラツ港が整備され、同時に北線鉄道も有機ラツ間が延伸された。これらの港へは、清津と共に日本の文字、鶴が新潟などの港から連絡船が運行されており、満鉄ではそれらの航路に接続する形で、ラズ、新京間を結ぶ急行列車、朝日を1936年に運行開始している。 1940年、清津から上身武間の路線については再び、先鉄に経営移管され、元山から上身武官が、環境線となった。この頃になると、朝鮮の中心都市形状より、満州東部国立交渉のボタン港を結ぶ、急行列車も運行されるようになり、戦前の最盛期を迎えることとなった。太平洋戦争の末期には、ソ連軍の攻撃もあり、 路線の一部が運休となった。終戦後、北緯38路線を境にして、朝鮮半島北部にはソ連軍が進駐することとなるが、ソ連軍の圧力と人民委員会の確執もあり、復興はなかなか進まなかった。さらには、朝鮮戦争による破壊も加わった。同戦争後、中国とソ連の支援もあり、両国との接続路線となる皆北線は、 優先的に復興が行われることになった。1959年には、ソ連の援助によって、都満港のアサソ国境に、新前橋が、開通、1965年に開業した平らら線ともに、ラツ・広志ギマは、ソ連への重要ルートとしての使命をもびることとなる。2002年現在、上・ミブ対岸の中国国鉄海山ンを結ぶ。 鉄道のレールは撤去され、内洋とともの間も、貨物列車のみの運行となっている。夏、広志ギマは、シベリア鉄道と接続する重要ルートであり、平壌からモスクワへ向かう直通列車も経由する。高原線のカツラ朝駅を起点とし、南北線の全区間を走破して、夏に至る列車も2002年当時は設定されており、全線を規定通りならば13時間27分で、 走破していた。また、中国、韓国、北朝鮮の鉄道が採用している標準機とロシアの鉄道が採用している後期のレールを破産から拉致までの全長5 5トルを4000機上で回収する工事が2008年から行われた。この事業はロシアと北朝鮮の合衆で行われた。2012年10月に全区間の回収が完了し、 試運転が行われた。2013年9月22日に完成式典が行われ、石炭輸送等の直通運転が開始される予定である。ロシア側はゆくゆくは、韓国の富山までの日本海側の鉄道路線をロシアと直結する構想を持っている。2020年には、新型コロナウイルスの北朝鮮国内への移入を防ぐために、ロシアとの間の国際列車が 運行停止となった。ありがとうございます。